すいません、お疲れ様でした。遅くなりまして失礼いたしました。先ほど皆さんも会見場というか会談場にいらっしゃいましたけれども、アリソン・マリア外相との岡田大臣との会談が予定よりも延びまして遅くなりまして失礼いたしました。私も先般エチオピア出張の際には現地でお目にかかったアリ外務大臣ですが、かなり長時間岡田大臣と話をされました。岡田大臣からは、ソマリア暫定連邦政府による、和平努力を支持し、一層支援していきたいということで、具体的には警察支援のための1000万ドル、公共インフラ改修や人道支援のために2520万ドルを追加的に拠出する旨のご発言がありました。ただ納税者によるこれは資金であり、決して、低い金額ではないと、有効に、活用していただくことを願うということが岡田大臣からお話がありました。またソマリア暫定政府として、治安維持の強化について、どんな方針で今後取り組んでいくのか等々、またそのことですね、公共インフラ整備や、若者の雇用機会提供などを通じて、どういうふうにその国民に平和の恩恵を伝えるのかというようなことについての大臣からの質問がありました。また反政府組織であるアルシャバーブの現実にどの程度の今勢いがあるのかと、勢力なのかということと、アルカイダとの関係等にも大臣から外相宛てに質問がありました。後で岡井課長から詳しいブリーフはさせていただきますので、私からはあまり細かい報告はもうしませんが、ソマリア暫定政府としては、いわゆる各国パートナーと協力をしてですね、治安、国民和解、それから今の話と同様なんですが、警察や治安の金融の再構築、それから人道分野に対する、これはもちろん水とかインフラですが、人道分野、それから憲法の構築等々を、しっかりと優先分野として作ってですね、一番最初にとにかく第一の優先課題として、治安を回復していきたいと。で、これは残りの分野と密接に関連をしているんだというようなことのお話がありまして、日本政府に対しては、このソマリアの暫定政府についての、正式な政府としての承認が欲しいということと、それから財政支援等の申し出がありましたが、そこについて岡田大臣からの言及は、直接の言及はありませんでした。また先ほど申し上げたアルシャバーブ等の勢力等については、後で詳しくあると思いますけれども、若干私がお話を聞いていても、まだ勢力的にはそんなに衰えているようには聞こえませんし、資金がテロ組織等々からまだ潤沢に入っている等の、お話がありましたし、いろんなパワーバランスもまだまだそんなに違わないというようなことですので、これはなかなかまだ厳しい状況だなというような認識を持ちました。あと細かいことは岡井課長から聞いていただければというふうに思っております。私の方から以上でございます。産経新聞尾崎です。政治と金問題ですが、石川民主党の先生がですね、起訴されたということで、今後の進退、どのようにすべきだと考えられているのかというのが1点と、2点目がそれに関連してですね、小沢幹事長を監督責任とかいろいろ言われておりますが、その点についてどのような対応すべきと考えているか教えてください。はい、他同様のものありますか。石川議員が起訴されましたことに関しては、同僚議員として、
まあ、大変率直に申し上げて残念に思いますし、国民の皆様には、非常にこのことに関してご心配をおかけしていることに関しても申し訳なく思います。ただ身体の問題については、まだ起訴の段階ということもあり、ご本人の判断をに私は委ねたいと思いますし、まあ、政府の一員として率直に申し上げると、今外交関係の案件というのは大変多くあります。国会の審議でも外交案件の問題というのは大変多くの課題を抱えています。私も昨日日帰りで根室まで行ってきまして、北方領土の返還大会にも出てまいりました。つい1週間前の日曜日にはご案内のように海外からも帰ってまいりました。気候変動の問題もありますし、核の軍縮の問題もありますし、ありとあらゆる外交課題が山積しておる中で、私自身も今の自分の職責を果たすことが、まあ、とにかく、一番の責任だというふうに思っておりますし、私自身としては自分の与えられた範囲の中で国民にいかに理解と信頼を得ていただけるのかということについて、まあ、とにかく一生懸命やりたいというふうに思っております。小沢幹事長の進退につきましては、まあ、不起訴という状況になったということが一つの、まあ、なんていうんですかね、まあ、区切りではあったというふうに思いますし、まあ、このことに関しても国民に対していろんなご心配とおかけしたことについては、私自身も国民に申し訳なく思いますが、このことについても今日、官邸に幹事長が入ったという一報はいただいておりますが、あとは会談と入っておりましたので、その状況も私存じ上げないので、まあ、今の段階ではコメントすることはないということに思います。朝日新聞の倉重と申します。今のちょっと関連なんですが、朝日新聞で世論調査をしまして、内閣支持率と不支持率が逆転しました。もうご覧になっていると思うんですが、今副大臣お話の中で、今外交案件非常に抱えていると、ではそのいかに国民の信頼と理解を得ていくかといただけるかということがすごく大事だとおっしゃったんですけども、世論調査でこういう数字が出ているって、そのこれまで各社がですね、いろんな場で質問をして、政府の一員で無責任なことは言えないという立場を貫かれた結果が、この一つが世論調査の反映もあるかというふうに私は思ってるんですが、まずこの世論調査の国民の反応とですね、今その副大臣がおっしゃった話っていうのが、国民の理解を得てもらえるそのコメントだというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。例えば政府の内部の人間がこの問題についていろんな発言を、例えば、この間の起訴不起訴の前からですね、例えばありとあらゆる政府の人間もしくは党の人間が、いろんなことを自由に例えば発言をしたことが国民の政府に対する信頼が高まるとは私は一概には思いません。だからといって今おっしゃられたように世論調査の結果を見れば国民からは多少はやはり今の政権に対する不満や対応の仕方に対する信頼が若干落ちたのかなという感じもします。しかしながら例えばこれが致命的に支持率が落ちたというような状態でもないですし、私はやはりこの政権は自分たちで作り上げた予算を通すことが最大の使命だというふうに思いますし、私たちは国民の生活を何とか守って立て直すと、成長戦略も含めて軌道に乗せることが去年の秋に我々にいただいた最大の使命だというふうに思っておりますので、私自身としては先ほど申し上げたように、与えられた職責の中で、国民の信頼をより
回復をもっとしていくように努力をしていきたいというふうに思います。他にございますか。北海道新聞の佐藤です。北方領土国後島沖での漁船銃撃についてお聞きします。外務省は先月30日にロシア側に銃撃について厳重抗議して、一方で日本国内で事実関係の調査が続いていますけれども、地元の漁協が先ほどですね、安全への懸念などから安全操業全体を一時中断するということを決めました。このことについての受け止め、副大臣の受け止めと、それとあと厳重抗議して以来ですね、ロシア側とどのようなこうやり取りをしてきたのかということ、あと今後のどのような姿勢でそのロシア側と、の協議に対応していくのかということについて副大臣のお考えを聞かせてください。今は事実関係を調査をしているところで、まず事実関係の把握が一番重要なことだというふうに思います。ただし外務省から、抗議をさせていただいた通り、銃撃にまで及ぶことが本当に適切だったかどうかについては、我々としては若干、遺憾に思っているところでございます。今後ロシア側とも緊密に連絡を取りながらですね、お互いの事実関係をいかに両国間が納得というかですね、とにかく事実を明らかにさせていくことが一番ですね、漁業者の方にとってはですね、今後安心できる操業につながることだというふうに思っておりますので、そのことがはっきりできるように外務省としても努力をしていきたいと思いますし、継続的にこのことの事実関係の調査は行っているというふうに私自身は今思っておりますし、報告を受けております。ご質問ございますか。はい、どうぞ。産経の久保田です。11日には日韓外相会談があると思うんですけれども、地方参政権についてお尋ねします。副大臣の立場で、賛成か反対かと、それまそのまた理由とですね、特別永住者、一般永住者、この範囲についてどのようにお考えか教えてください。今政府内で、提出やまた党内で提出をするのかも含めて議論を されている中で、外務副大臣の私の立場で賛成か反対かについて言及することは私はあまり適切ではないと思いますので、コメントは控えさせていただきたいと思います。他にご質問ございませんか。どうぞ。共同通信の西田です。ODA のですね、見直しについて、いろいろな取り組みが始まっているというふうに聞いています。現在のところですね、副大臣もですね、政務の担当としてやっておられると理解しておるんですけれども、どのような進捗状況なのか、あるいは今後どのように進んでいくのか、ご説明をしてください。この間岡田大臣から先週発表があったと思いますが、 ODA の見直しについては各省、外務省の中にそれぞれの課題についてタスクフォースを作って議論をもう始めております。でご案内のとおり、私は政権交代というのは ODA の見直しにあたって非常にいいきっかけだというふうに思っておりまして、まず一つは本当に今までの ODA が効果があったのかどうか評価のあり方、二つ目は国民にいかに、理解をしていただけるかどうかの努力が本当に適切だったかどうか、それから過去に対して一体どういった国益の追求と何の目的で日本が ODA をするのかについての、どちらかというと、戦略上のですね、コンセプトが徐々に曖昧になってきたのではないかという点、それから他国の ODA を含めた援助戦略というのがいろいろ新たに見受けられる中で、日本というのは今まで通りでいいのかどうかという点、それから DAC の中で財政支援的な ODA というのが一定の議論の中で、中心的になっている中で、日本のプロジェクト方式等々の ODA の在り方自身を国際社会にどう認知をしていただき、
今後さらに活用していくかという点、とうとうやらなければいけない点はもう思いつくだけでたくさんあります。でもっと言えば ODA の予算が毎年毎年年々削られている中でですね、国際機関の拠出が減り、日本のプレゼンスが若干落ちていることも含めて、こういったことを全体に、外交の一つの手法としてこの ODA をですね、もう少し見直していきたいと、きっちりとその議論を詰めていきたいということを考えて、見直しチームを立ち上げました。ご案内のようにこれまでも ODA もですね、有識者をにお集まりをいただいて、あり方等の検討した、審議会のようなものというのは何度もやってるわけです。で、何度も報告書も出てるわけです。でも実はメニューはほぼ揃ってるというふうに思ってるんですが、それが実施されないというか現実に変化をしないのは一体何なのかということも含めてですね、もう外部有識者に話を聞いてまとめをしてもらってできましたということではなく、省内できちっと今までの議論を踏まえて声明も含めて、一緒に議論をする中で ODA の在り方をなんとか、5月程度ぐらいまでにはまとめていきたいというのが今の現状で、もう現実にはそれぞれのタスクフォースで動き出していると、材料集め等についてやっているというのが現状の認識です。国民のその理解というのを適切にというふうなお話もあったと思うので、ぜひですね、議論の過程節目節目でどのような議論になっているかということをですね、国民に明らかにするようなことをですね、やっていただきたいと思っています。で、もう一方でその、先ほどですね、効果があるのかないのかという中で、これは戦略とも関わるんですけれども、本当に日本がやったということがですね、理解していない国民も他国民もたくさんいるというところをですね、どのように乗り越えていくのかという問題意識はありますか。プロセスの過程でどういった状況で進捗状況になっているかということについては、できる限り皆さんにもお伝えをしていきたいと思いますし、国民にもお伝えをする努力をしていきたいと思います。効果の面で言えばですね、この間実はバンコクに、アフリカの帰りにトランジットで寄ったんですね。で、実は10時間ぐらいトランジットがあったので、もうで時間がもったいないので、実は ODA の現場を2カ所ほど見てまいりました。一つは地下鉄だったんですけども、バンコクの都市インフラの中で非常にこれから重要だという、状況の中でですね、各地下鉄の入り口に日の丸とJBIC 等のこうが応援でというような支援でというのがこうちゃんと地下鉄の入り口にちょうどですね、地下鉄に乗るタイの方々がこう動線上歩いているところにちゃんとあるんですね。で、私自身の感覚でいうとあんまりいやらしくバーンとあるわけではなくて、そこをはかとなくちゃんと日本日の丸があってですね、私としては意外と洗練されてるなと思いながらですね、でも必ず目につくというようなことで、こういった工夫も一つだなというふうに現実に目の当たりにしてきましたので、今のご指摘のような各国の国民にどう伝えるかについても、いろいろ工夫を凝らしていきたいと思います。他にご質問ございますか。それでは内容ですのでこれで終わります。すいません、ありがとうございました。